ちゃこんにちは。さあ、豊さん。なあ。はい。久しぶりやな。そうですね。久しぶりにここで。いろいろお客さんが来てたからね。ゲストの方がいらっしゃってたんで、久しぶりなんですが。もう立川さんは脱線するしさ。エモさんは辛口だし。もう個性豊かな。まあ、個性豊かな人をね、はい、ちょっとこう、ピックアップしてというか。そうですよね。まあ、個性豊かな方がゲストでいらっしゃる間に、はい、いろんなことが野球界変化。ありました。そら見てるからそら俺が全然その見てないよかのように言うなよ。いや、もうね、俺はね、もうチャンネルこう何回変えるか大変ですよね。ザッピングしながらね。いやもうね、こうカードによってはこう並びでやってるところがあるけど、うん、飛んだりとかすると大変だよ。大変ですよね。でもまあしっかりね、はい、まあ面白い野球を見させてもらってるけどさ、うん、まあ、中でも、まあ、今話題なのがやっぱりネオ。まあ、話題は過ぎたかもわからないけど、はい、ただ一回やっぱり見てみないとさ、わ、うんうん、からないじゃない、はい、そう、投手専念させますとかさ、うん、まあ記事によっては野手として待機させる時もあるっていう、うん、でも投手を見ないとさ、何、はい、とも表現がな、うんうん、野手登録でピッチャーをやった時は見たよ、広島戦に投げたとか見たけど、はい、まあでもこっちの見方も、うん、野手が投げてるっていうような感じじゃない。あ、ネオを持ってきたか。あ、大量点で、ね、あの中継ぎのピッチャー陣を投げさすのも、まあ、負担になるから、まあ、ネオちょっと行ってこいやみたいな、そんな感じのピッチングだったじゃん、うん、だけどこの前ジャイアン戦で投げたよね、はい、いいねあの岡本和真選手ですよね。いや岡本和真もうちやりにくいと思うよ確かに、うん、寝ようみたいな、うん、まあそういうことはあったにしても、はい、でも投げてるボールを見ると可能性をすごく感じたね。それはどの、まあ、あのね、まっすぐってさ、はい、今150とか151、うん、まあ寝ようが投げたマックスなんだけど、151がね、150ってさ、もうみんな投げるじゃない、うん、最近では、はい、で昔では150って言ったらおおって球場が湧いたけど、今もう160キロ投げないと、うん、感染も湧かない、うん、でもそろそろ160キロも感染が湧かないぐらいだから、はい、俺が可能性を感じたのはあのスライダーを見た時だな、うん、まあ、ボール球は岡本が振ってくれたんだけどさ、はい、あのスライダーっていうのはなかなかピッチャーでも投げれないようなスライダーのキレがあったね。へえ、うん、いやだからそれをまあ、真っすぐはともかくとして、あのスライダーがあるとやっていけるのかなっていうのが、あれもともとネオ投手はあのスライダーってずっと武器にしてたものだったんですか？いやいや、投げるには投げてたよ。ここ、まあ、武器っていうほどの上様なものではないよ、まあ、そうか、そうか、まあ、高校野球だしね、はい、うん、だけどその球種の中にはあったボールだしね、うん、だからなんていうの、あのスライダーを1球見た時に、あのスライダーっていうのはなかなかやっぱピッチャーでもあのキレ出せる、あの曲がりをしてね、うん、なかなかないんじゃないかなっていうような気がしたよね。だからまっすぐをもっともっと磨いていって、はい、必要なのはやっぱコントロールだよな、うん、150キロだって真ん中付近に来たら、昔だったら150キロって詰まったりとかいろんなことしてたんだけど、はい、今もう詰まるやつなんかいないからね、150キロに打ち返しますか、ね、打ち返す、平気で160キロだって平気で打ち返すんだから、はい、まあ、技術も高くなってるし、だからまあある程度のコントロールをつけて、うん、でまああのスライダーとあと球種が2つぐらい欲しいな。ユタさんだったらネオ投手にどの球種を覚えても、まあ簡単に覚えられるのは、はい、まあ、簡単って言ったらピッチャーに失礼かもわかんないけど、ツーシーム、はい、握りを変えて、まあ、右バッターの懐に入っていく、まあ、シュート気味のボールだよね、うん、まあ、外だったら逃げていくボール、あれは俺はネオの選手だったら覚えられると思うんだよ、うん、ただやっぱり今ではやっぱフォークを持ってないと、はい、それとあの縦割れのカーブ、はい、これがあったらもう大丈夫だな。ネオ投手は今からでもその球種を覚えて活躍できるんですか？いや、うん、俺が気になった記事があって、はい、西谷さんって高校の監督の記事を見た時に、はい、あの子は不器用な子なんだと、うん、素質はものすごくあると、ね、だけど不器用で自分のものにするのにすごく時間がかかると、うん、だからその時間がかかるということをまあ覚えておいてほしいな。あ、我々はってことですね。あ、ファンもね、うん、
それと桑田が言ってたけども、はい、毎年一つの球種を増やしていく、うんうん、まあ例えば今年だったらまっすぐとスライダーあれを磨けばいいよ、はい、でも来年になったらツーシームも投げるとか、再来年、はい、縦割れのカーブが加わったとか、うん、やっぱりね一つずつ増やしていく方が長持ちするっていうね、うん、で相手も研究してくることだし、はい、ただ桑田は完成品だったからある程度の、はい、だからそれをそういうことを言ったのかもわからないけど、ネオはまだ完成品じゃないよね、だから一気に覚える必要性もあるというね。そうですね、そのまあ遅れをここから取り戻すっていう、そうだね、目は不器用だし早くやっといた方がいいという。そうですね、だから使えるボールか使えないボールかっていうのを試合で判断をし、このボールは来年まで封印しとこう、ただ練習は続けとこう、はい、で最終的に覚えるのはチェンジアップを覚えると完成になるかな、うん、まあ今ってまだそんな例えば負けてる試合の中での中継ぎ、あもちろんですけど、これどのぐらいの、いや俺は先発すると思う。先発いきますか、ね、あの子はやっぱスタミナは持ってると思うから、はい、だから俺は先発でいいなと思うけどね。やっぱある程度点をこう任せてあげないと、はい、まあ、クオリティスタートっていうのが6回3点とか、はいろいろ言われてるんだけど、なんか6回7回までを、まあ、3点とか余裕を持って生かしてあげた方が俺はいいような気がするね。でいろんな球種とかまだ試せるし、はい、そこまで到達するのに豊さん的にどのぐらいかかりそうです、何年。いや不器用って西谷さんが高校3年間見てた人が不器用だっていうぐらいだから、はい、まあでも2年ぐらいで形はできてくると思うけどね、うん、まあ、中日っていうと本当投手王国で、そうだ、投手自体 その争いもすごいじゃないですか、はいはい、そこにやっぱりそのネオ投手が食い込んでいかなきゃいけない、うん、これであのね、はい、投手王国っていうのは、はい、バンテリンドームで投げてる時だけ投手王国なので、はい、だから他の球場行くとやっぱ1点ぐらい跳ね上がるわけだから防御率が、だから王国ではないわけよ。バンテリンドームを使った時は王国だけど、はい、それ以外はさほど王国でもない、うん、いい素材のピッチャーはたくさんいるよ、はい、いるけど、まあ、そういうところの改善もしていかないとね、うん、中日はね。そうですよね。でね、ネオがの意識が面白いなと思ったのは、野手で三振してもなんか悔しがらないというか、まあ悔しいんだろうけどさ、あんまり表現しなかったんだけど、ピッチャーでマウンドに登って次打順が回ってきて、そのまま立浪監督が立たせたんだよね。で大勢から三振したんだけどさ、くっそ悔しがってたなこの意識の違いって何なのかなと思ってさ。何ですかね。でもそのやっぱり登録を野手からピッチャーにする、ピッチャーから野手にするっていう、その意識を変えるっていうのは大切なことなんだなって俺は思ったけどね。そうですよね、うん、プラス例えばもうこれで投手で成功しなければもう後がないっていう危機感っていうのもあるんですかね。でも確かにあるよね。また野手に戻るとかそんなこと言ってる場合じゃないですか。場合ではないとは思うけどね、うん、だから俺は、まあ、ピッチャーが7、野手が3でもいいから続けさせておこうがいいのかなっていう。でやっぱこう打席に立ってあの悔しがりを見ると、はい、やっぱ二刀流という意識というか、うん、まあ、そういうのはネオに感じたけどね。あ、じゃあたまに例えば野手で出るっていうことですね。だから立浪監督が、うん、まあ、投げない時は野手でスタンバイさせるケースもあるという、うん、まあ、それは俺は正解じゃないかなっていうふうには思ったけどね。あの打席を見て悔しがりを見るとね、うん、あ、野手の気持ちもまだ残ってんだっていうようなね、まあ、そういうことを感じたけどね。うん、いやでもね、高校野球からネオ投手を見てこうファンになった方もいらっしゃるでしょうし、まあね、うん、ようやくなんかここに来てようやく形ができてきたのかなっていう、その収まりという意味で本人のまだ収まらないんだよまだまだす、まだまだだと思う、ま、やっぱ結果が出てこないと収まりはなんかつかないような気がするけどね。あ、とにかくじゃあまず中継ぎで抑えて、そこから勝ちゲームの中継ぎ、うん、
先発。そうだね、うん、だからまあ先発の形を作るにはやっぱファームでも何試合も投げなきゃいけないし、うん、そういう調整も しなきゃいけないし、でやっぱり今持ってるものを磨かなきゃいけないからちょっと時間はかかると思うけどね、はい、まあ、中継ぎだったら1イニング、うん、まあ、負けてる時だったらっていうようなことで上に置いてるのかもわからないけども、だけどその形がどういうふうに変化してくるのか、うん、まあ、ちょっと楽しみにはしたいけどね。そうですね、はいはい。